大谷翔平55に6億円超のお値段日本人社長は予算オーバーで落札断念。私はここで。ドジャース、大谷翔平30の50記念球が22日、日本時間23日米オークションサイトゴールディンで439万2000ドル、約6億6740万円手数料込民で落札された。同社は、 あらゆるスポーツのボールの最高額とし、入札に参加していた日本の実業家の田中祐介氏は、予算の6.4億円を上回ったので、すいません。私はここでギブアップです。と X で無念さをにじませた。50-50を達成した記念球は、9月19日、同20日、のマーリンズ戦で放たれ、左翼席でクリス、ベランスキー氏がゲット。 ゴールディンに持ち込み、27日、同28日から入札がスタートした。他にも所有権を主張して裁判が起こされる中、日本人実業家の田中雄介氏は、大谷に返却する目的で入札に参加していた、50万ドル、約7590万円からスタートし、すぐに100万ドル、約1億5200万円を取った。 10月中旬から入札がさらに増え、22日の締め切り間際には300万ドルに達した。終了後も入札の再延長が繰り返され、40件の入札で決着となった。競売では最高額とされた1998年のマグワイヤ、カージナルスの75ボールの4億5400万円を大きく上回った。同社を運営する県ゴールディン市は、 もし海外の入札者が8桁の数字で入札し、1000万ドル、約15億1700万円を超えたとしても驚きはしない、と話していた。米メディアの衝撃的な価格をすぐに報じ、スポーティングニュースは、最も高価なホームランボールの称号は大谷のムーンショットに与えられる。このアイテムの購入者は明かされていないが、大金持ちであることは間違いないだろうとした。